はい、ポークウインナー、ウインナーソーセージマニアユッキーの今回は、伊藤ハムの丸ごと美味しいフランクフルト、うまさバキッと弾ける食感、こちらが 285g 入り、標準8本入り、で、確か値段が350円ぐらいだったかな。これ安いですね。グラム単価で考えると安いですね。天然蝶を使用した豪快な食感と、まろやかでコクのある旨味が美味しさを引き立てます。フランクの醍醐味をそのままに食べやすいサイズにいたしました。鉄板焼きやバーベキューなどのグリルはもちろん、ポトフや鍋などの煮込み料理にも最適です。と書いてあります。それでは、いただきます。ボイルです。あっこっ。ご飯うん、薄味ですね、多分、そんなにしょっぱくない。なんか伊藤ハムは薄味なんかな。なくなってきた。アルトバイエルも薄味だったもんね。まあ薄味っていうか、うん、他のに比べればの話だけど、うん、まあ美味しいですね。うん、ただあの安いだけあって、ちょっと魚肉ソーセージっぽさはあるかな。いわゆるウインナーじゃなくてソーセージみたいな、そんな雰囲気の味わいはちょっとするね。個人的にやっぱね、粗挽きのねポークウインナーが好きなんですけど、ただこれはあの全然あの胡椒的な味わいはしないですね。水越し、ご視聴ありがとうございました。